はい、こんにちは、弁護士の坂口康史です。今回はマスパセおじさんことマスク拒否おじさんこと奥野純也さんが、勾留理由開示という裁判所の手続きでまた裁判所に対して、まあ、一クレーム入れたというような報道がありましたんで、その件について簡単にコメントしたいと思います。はい、で、勾留理由開示っていう手続きが裁判所で行われたということなんですけども、この手続きは、まあ、結構レアな手続きになります。はい、というのもですね、この勾留理由開示っていうのは身柄拘束をして、まあ、勾留という身柄拘束手続きをしたことについて、その勾留をした理由について公開の法廷で裁判官から説明を受けるという手続きなんです。だから、まあ、やったところで大した答えも出してくれないし、まあ、形式的な、もう本当何の参考にもならないような理由を告げられるだけだったりもするんで、実務上はあんまりやられてない手続きになります。はい、でどれぐらいやられてないかというと、もう私もちょっとここ最近は全然やってないんですけども、ですね、数年前に私なんか勾留理由解除をたまたま何件かやった時があるんですね。その時2年ぐらい連続で結局千葉地裁でその手続きをやったの私だけっていうのが、まあ、2年ぐらい続いたことがあります。はい、だから年間1件とか年間2件とか、まあ、あって3件とか、そんぐらいしか勾留理由開示手続きっていうのが千葉地裁全体でもやられてなかったっていうことがあったかと記憶しています。はい、なので、本当にね、かなりレアな手続きです。で、まあ、公開の法廷で裁判官はもう本当に、まあ、例えば勾留事実、被疑事実を否認していることから罪証隠滅の恐れがあると認められ、また同様に逃亡の恐れも認められるとかって言って、まあ、それぐらいのもう抽象的な理由しか言わないんです。で、それに対して、まあ、求釈明みたいな感じで弁護側が、いや、具体的な罪証隠滅の恐れとは具体的にどんな行為を指すのかとかって言っても、いや、それについては答える義務がないとかって言って答えなかったりだとか、うん、だから、まあ、勾留理由開示って、まあ、実質的にどんな時に行われるかというとですね、接見禁止がもうついちゃって全然面会もできない、一般の方だと面会できない時とか、そういった時に傍聴席に一般の人も入れますんで、まあ、家族とかを入れてそこで、まあ、顔を合わせる、顔を見る、姿を見るだとか、まあ、事実上傍聴席と一言二言交わすみたいな機会を設けるために行ったりだとか、あとは否認事件でそこで陳述する機会があるんですね。なので、そういった時に、まあ、こういう事情で違うんだっていうことをはっきりと供述をしておく、そういう記録を残しておくっていうことのために使うぐらいなもんで、まあ、本当実質的には、まあ、ほとんど行われてない手続きにはなります。で、まあ、今回奥野純也さん、その手続きでも、まあ、マスクをせずに、まあ、裁判所に対して裁判官がこうマスクをしろとかって言ってるのは何に基づくんですか、規則に基づく、裁判所規則に基づくんですかとかって聞いたりだとか、あとは、まあ、結構なんか報道だけを聞いてると、結構、まあ、マスクしないことに意固地になりすぎちゃってるのかな、まあ、前の動画でも私言ってますけど、奥野さん、なんか、まあ、マスクするしないとかそういうところで、まあ、ギャンギャンやっても全然なんか説得力も正直ないのかなと思いますし、まあ、なんかあんまり得がないところで頑張っちゃってるのかなという感じもしますんで、はい、もう少しやっぱり冷静に弁護士さんとかとも協議して、今後の、まあ、裁判の戦い方とかやり方っていうのも冷静に決めていっていただいた方が絶対いいんじゃないかなと私個人的には思っています。はい。